どうもぼっちぐらさぽの刈谷です。いよいよ明日1月14日は名古屋グランパス2024年シーズンの新体制発表会が行われますね。ということで今回は新体制発表会直前、本オフの移籍情報のまとめと個人的な2024年シーズンのキーマンを挙げてみたいと思います。ということでまずは新加入選手から見ていきましょう。2023年シーズンオフの移籍加入選手は12人となりました。今オフの移籍加入第1号は12月の20日にセレッソ大阪から加入した山中亮介選手でした。その後12月25日に三國選手、12月26日に中山選手、12月27日に小野選手、椎橋選手の加入が発表されました。同じく12月27日には2022年シーズンより FC 東京から名古屋グランパスに期限付き移籍していた内田拓也選手の完全移籍意向が発表されました。その後12月29日に山岸優也選手の加入が発表。2024年に入って1月6日に井上紫音選手、1月9日にパトリック選手、1月10日にハ・チャンレ選手の加入が発表されています。また1月7日には成瀬俊平選手が水戸ホーリーホックへの期限付き移籍から復帰。そして1月11日には2023年シーズン浦和レッズより期限付き移籍で加入していたキャスパー・ユンカー選手が完全移籍に移行することが発表されました。一方の対談選手は10人となりました。12月21日中谷慎之介選手がガンバ大阪へ完全移籍することが発表され、12月22日に森下龍也選手、12月26日に山田陸選手の対談が発表されました。12月29日には2023年シーズンコンサドーレ札幌より期限付き移籍で加入していた中島大翔選手の期限付き移籍の満了が発表になりました。そして2024年1月4日、2023年シーズン限りで契約満了となっていた丸山雄一選手が川崎フロンターレへ移籍。1月7日には前田直樹選手が浦和へ。1月10日には藤井春也選手のベルギーコルトレイクへの期限付き移籍が発表となりました。初の海外挑戦となった藤井選手と森下選手、そして育成型期限付き移籍に出る東選手、幸田選手、豊田選手にも頑張ってきてほしいですね。ここからは個人的に考える今年のキーマンについて挙げていこうと思います。まずフォワードは山岸優也選手。アビスパ福岡時代はワントップとして起用されることが多かったですけれども、ユンカー選手もいるのでワントップにはならないと思うんですけれども、個人的には山岸選手、ユンカー選手の2トップも見てみたいなと思いますね。裏に抜けるテクニック、スピードもあるし空中戦にも強いイメージがあるので、決定力のあるフォワードが増えてくれたことによって昨年よりも得点シーンが増えてくれるんじゃないかなと期待しています。ミッドフィルダーは清水エスパルスから移籍してきた中山勝弘選手。清水では右サイドハーフが定位置だった中山選手、キレとスピードのあるドリブルで突破力のある右サイドの選手ですね。右サイドには昨シーズン途中から加入した久保選手もいますので、競争がかなり激しくなるんじゃないかなと思いますけれども、昨年観戦した清水戦でも存在感を見せていたので、グランパスでもその突破力を見せてほしいところですね。そして最後ディフェンダーは井上紫音選手。名古屋グランパスのアカデミー出身で今シーズンからベルギーコルトレイクに期限付き移籍した藤井春也選手、オランダで活躍する菅原由勢選手と同期の選手。大卒ルーキーながら甲府で ACL にも挑戦、 ACL の舞台でも結果を残してきました。今シーズンはディフェンス陣が大きく入れ替わるシーズンになっているので、同期2人と同じように活躍してディフェンスの核となってくれることを期待しています。はい、ということで2023年シーズンオフの名古屋グランパスの移籍選手についてまとめてみました。今年はディフェンス陣がかなり入れ替わっているのでそこだけが心配ですけれども、新加入の井上選手、ハ・チャンレ選手、三國選手、山中選手、小野選手には頑張ってほしいなと思います。いよいよ明日新体制発表会が行われますけれども、そこでのサプライズもあるのかちょっと期待してみたいなと思います。このチャンネルでは名古屋グランパスを中心にスポーツに関連する動画を投稿していきます。この動画が良ければチャンネル登録、高評価してもらえるととても嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。